本日は当社の人気商品の一つアメリカンポリス T シャツ、各色各サイズを簡単に紹介していきます。まずはこちら FBI 背面って言わないか、表、両方に、FBI という、マークがついてますね。 FBI モルダーですよ。古いか。 FBI というのは連邦捜査局のことですね、そして次こちら、じゃじゃーん、なんだかわかりますか？ NYPD です。こちら胸のマーク、こうか、そして背中はこのようになってます。NYPD エマージェンシーサービスユニット、 NYPD というのは、ニューヨークポリスデパートメントの略になります。僕が思いつく有名な映画だとアベンジャーズぐらいですかね、あとはダイハードなんかも確か NYPD ですね、これ各種ともブラックの白文字仕様とネイビーの黄色文字仕様、その2種類があります。でサイズは ML、XL、US サイズになりますね。はい、次、じゃじゃーん、これを見ただけで一発でわかるあなた、ミリオタです。ミリオタって言わないか、LAPDですね、ロサンゼルスポリスデパートメント、じゃじゃんと、スペシャルウェポン&タクティカス、タクティクスって、これここに気づいてほしいのですけど、よくスワットってありますよね、特殊部隊のことスワットって言うんですけど、まさにこうスワットの略自体がこういったこうスペシャルウェポン&タクティクスの略なんですね。ということでこちらはロサンゼルスポリスデパートメントの略になります。 LAPD。 スワット好きな方はやっぱり、90年代とかのスピードという映画、そればっかりだな、まあいいや、スピードという映画は結構やっぱりスワットの知名度を上げた映画だと僕は思ってますね、で次、じゃじゃんと、こちら、これはなんだ、これはですね ATF と言いましてですね、あれですよ、アルコール、タバコ、ファイヤーアームズ、だからアルコール、タバコと銃器の取締局なんですね、だから未成年の方飲酒なんかしてたら ATF に取り締まられますよ、違うかまあそんな感じでございます。でこちらも、これは黒生地に白文字、白プリントっていうのかな、そうで、こちらもネイビーに黄色ロゴ、黄色マークの仕様もあります。でそして最後はこれだ、胸のマークは見てわかる人、そう正解、小さくドラッグエンフォースメント、なんて書いてあるんだ、アドミンステーション、スペシャルエージェント、いわゆるこちら麻薬取締局 DEA です。DEA の映画なんだろう、ちょっと思い浮かばない、すいません
あんまり戦争映画見ないんでそんなことない。ということで、以上簡単に人気のアメリカンポリス T シャツというのを紹介いたしました、うん、結構人気な商品で、うん、US サイズで ML、XL ありますので、うん、お好きな商品をお選びいただければ幸いでございます。以上、ありがとうございました。